今回ご紹介するのはオリスの自動巻時計ビッグクラウンダイバー 200m REF7502 です。ビッグリューズが特徴的な同社の代表的シリーズのダイバーズコレクション。本格的なスペックながらもオンタイムにも使用できるオールラウンドデザインで支持を得ています。本品は1990年代登場のベゼル系 38mm ヘッドサイズモデル、 200m 防水のオールステンレススチールケース、サファイアクリスタル、ダイビングに必要不可欠な逆回転防止付きベゼルを装備しています。ラグ幅は 20mm、 ベゼル系は約 38mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 48mm、 厚さ約 12mm、 風防を含む腕回り現状 16.5cm 前後です。操作方法、ベゼルは左半時計方向のみに回転します。リューズはねじ込み式です。解除後そのままのポジションで手巻きができます。リューズを一段引いて回すとベイトがチェンジします。二段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック秒針停止機能付きです。精度、日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴、文字盤はブラックカラー、夜光の飛び数字バーインデックスとアローハンドの組み合わせ、3時1にデート表示、イエローで色分けされたミニッツアワーや秒針など視認性に優れた風防デザインです。 SS ケースはねじ込み式リューズ、スクリューバックの重厚なラウンドフォルム、回転ベゼルはコインエッジ仕上げと操作性も兼ねたこだわりがうかがえます。装着バンドはラバーストラップ D バックルを装着しています。スタイリッシュかつスポーティーで使いやすい組み合わせの存在感際立つオリスの一品です。オリス、1904年オリス川の近くのスイスヘルシュタインで創業した時計メーカーオリス、1938年に発表したポインターデイトやビッグクラウンなど、創業から100年以上もの長い歴史の中でオリスの生み出す個性的な時計の数々は多くの人々を魅了してきました。スイスウォッチブランドの中でも数少ない機械式専門ブランドであり、自他ともに認める技術力を誇る実力派ブランドメーカーとしても知られています。コンディション、ダイヤル、文字盤、特に目につくダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなど出ていません。夜光も光ります。ケース、ベゼル、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋はオープナー孔が見られます。刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防、特に目につくスレやスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ベルトバックル、オリスマークが確認できます。使用感、シレ、小傷が認められますがすぐに装着可能です。付属品、ボックス、レッカーリ、オリス SS ブレスレット、コマ5つ、タグです。時計の
外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。